鶴岡駅は、山形県鶴岡市末広町にある、東日本旅客鉄道上越本線の駅である。山形県庄内地方にあり、同県第3の都市である、鶴岡市の中心駅。上越本線を走るすべての旅客列車が停車する。庄内地方を代表する駅であるが、両隣の駅間は共に、単線で、信号状に挟まれた駅である。酒田駅。 新津駅とともに列車接近時には接近メロディが流れる。また新潟支社で流れる接近放送の他に首都圏で流れる補助放送が流れる。メロディはかつて首都圏で広く使われていたユニペックスの清流が使われている。かつては省内交通の湯の浜線が乗り入れており、 現在の古泉橋の2.3番線側の先に、湯の浜線ホームへの古線橋が伸び、駅東側には、電車庫があった。現在ホーム跡には、庄内丸と書かれた建物が建っている。また、秋田江林局専用線、日本通運専用線、昭和石油専用線、庄内経済連と共同石油の共用専用線、さらに、住友セメント専用線も付設されていた。 鶴岡及び、では三山,山への玄関口であるとして、2002年、東北の駅100選に選定された。2014年のリニューアル工事完成前の駅舎、鶴岡市では、駅前地区と、中心市街地において、商店街が形成されてきたが、大型店の進出によって、既存商店街との競合が激化し、商業活動に、様々な影響を及ぼしていた。 市ではそうした状況を踏まえ広域商業診断を実施し、その提言をもとに、駅前地区の再開発を目的に、1974年度に、鶴岡駅前地区市街地再開発基本計画を策定した。鶴岡駅前再開発事業は、駅前地区の区域、約2.8ヘクタールを3つの施工地区、4つの外区に分け、市施工。 民間志向の地区別事業志向都市、1983年2月に都市計画の決定が告示され、翌年5月には事業計画も告示された。市志向である都市計画道路、鶴岡駅前広場及び施設建設物であるマリカ東館、西建ての整備には事業費約102億円が費やされ、マリカの管理運営にあたっては、 市が50%を出資した第3セクターである、鶴岡再開発ビルが担う手法が取られた。個人志向である、鶴岡駅前 A 外区第一種市街地、再開発事業は、事業費31億7800万円を当時地下1階、地上5階のテナントビルが建設。さらに同様に、個人志向である、鶴岡駅前 B 外区第一種市街地、再開発事業、胸目。 鶴岡パークビルは、事業費12億7700万円を投じ、地上6階建てのビルを建設し、駐車場の他店舗を設置するとした。1985年3月、鶴岡末広ビルに、ジャスコ鶴岡店が、キーテナントとしてオープンしたほか、鶴岡パークビルも開業した。ついで1987年7月には、鶴岡ワシントンホテルや、 土産物店さらにオフィスや産業振興センターなど公共施設が入る地下1階、地上8階のマリカ西館が開業し、続いて同年9月にはジャスコ鶴岡店を中核に地元専門店など25店舗や300台の収容が可能な駐車場を備えた地下1階、地上6階のマリカ東館が開業した。マリカ西館よび東館は 空中通路で結ばれた。ジャスコ鶴岡店とマリカの全面開業によって、鶴岡駅前はすでに開業していた商工モールとともに商業集積は高まり基存商店街との回遊性も高まった。しかし、1990年代後半に入ると、市郊外に続々と大型店が出店。2001年8月3日には、隣接する三河町、 猪子地区の国道7号三河バイパス沿いに、ジャスコが当時としては、県内最大級の商業施設面積を要するイオン、三河ショッピングセンターを開業した。多層階で駐車場も少ない駅前立地型のジャスコ、鶴岡店からは徐々に、客足が遠のき再三割れに陥り、商工モールのキーテナントであった大栄鶴岡店は、イオン三河 SC からの影響で、売上不振となり、 2002年8月31日に撤退した。2004年11月、イオンは、再三割れが続くジャスコ鶴岡店に関し、入居先の鶴岡末広ビルとの20年間の賃、貸借契約が切れる翌年3月末で、契約を更新せず撤退する旨を、地権者に通告。2005年3月末で、 同店は撤退し、鶴岡末広ビルは解体された。この後2006年6月に入り、市がビル跡地を首都地開発公社を通じて取得し、公園などを整備したいとの意向を表明したほか、2007年3月には、マリカの管理運営に当たっていた鶴岡、再開発ビルも、ジャスコ鶴岡店の撤退によって、経営難となり、鶴岡簡易裁判所に、 会社生産に向けた民事調停を申し立てた。商業施設部門を終了したマリカ東館1階に2017年6月24日、市と地元の町づくり会社、フードゥーが1階部分の1420平方メートルを改装し、鶴岡食文化市場、筆場をプレオープンし、同年7月1日には市が設置した観光案内所の開業によって、 グランドをオープンした。ジャスコア土地売却の中止2017年5月、市は長らくさらち状態となっていた、ジャスコア土地に関し、複合型中高層集合住宅の整備の可能性を探る調査を行う方針を明らかにし、2019年4月、民間事業者への条件付き公募型土地売却で開発を進める方針を固め、5月に公募を開始した。 しかし、6月に発生した山形県沖地震の際、用地の一部に液状化現象が起き、9月末の期限までに応募はなく、市は2020年1月末、事業の中止を決定した。市では今後、駅前地区全体の将来像を見据えた新たな活用を検討するとしている。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線。 計二面三線のホームを有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。直営駅である。管理駅でもあるが、当駅は、自駅のみの単駅管理となっている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は793人で、ある。また、鶴岡市統計所によると、2017年度の、 年間乗車人員は447,490人である。1965年度、1970年度、1975年度、2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前のロータリーにはバス停留所、タクシープール、駅前駐車場がある。以下は駅周辺とは言えないが、一応最寄り駅であるという意味で記載する。 省内交通の運行する各路線が出ている。ほとんどの路線の始発は一区間前である東京第一ホテル鶴岡の近くにある S モールから出ている。以前は省内交通等の長距離バスも駅前バス停を経由していたが、現在はすべて S モール発着となっている。路線バス扱いではないが、2008年にツアーバスのキラキラ号が運行を開始し、 鶴岡では当駅が集合場所になっている。また、OTB も少し離れた場所だが、当駅西口が集合場所である。以前は、ウィラーエクスプレスも山形経由で運行していた。最寄りの空港は、省内空港である。バスか、車を利用する。他に、乗り合いタクシーも運行しており、通常のタクシーよりも、格安で利用できる。全便が、 省内交通の運行。特急、稲穂停車駅注釈、出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。